UH-60J から降下する、アワーズ機上救護員は、海上自衛隊の航空機に搭乗して、救護を実施する、自衛官。準看護師の資格を取得している、衛生職種の隊員であり、機内に収容された遭難者や、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの医療的処置、観察を担当する。またヘリコプターに搭乗する、機上救護員は、アワーズの資格も取得して、 被害に進出しての遭難者救助までを担当している。海上自衛隊の衛生員の中から、本人の希望、適性等を考慮して配属されて、第211教育航空隊において、航空士としての訓練を受ける。パイロット以外のクルーを要請する、航空士基礎課程を経て、機上救護員を要請する、航空士救護課程に進むことになり、訓練期間は、合計4ヶ月に及ぶ。 これらの過程を修了し、航空従事者として、ウイングマークを取得すると、航空隊で勤務することになる。機上救護員が機上での救護を担当するのに対して、遭難者や傷病者を機内に収容する、救助の部分を担当するのが、機上救助員だが、機上救護員でも救助員の資格を合わせ持っている、隊員もおり、こちらは救助、救護員と称される。 US-1A や US-2 といった救難飛行艇では救助員と救護員の両方が登場しているが、登場可能人数に余裕がない UH-60J では、機上救護員がアワーズの資格を取得して兼務している。従来、ヘリコプターが遭難者を救助する際には降下救助法が用いられてきた。これは救助員がホイスト式クレーンで降下し、 原則としてそのケーブルから離れることなく、遭難者を救助する方法である。その後、体力を消耗した遭難者を迅速、確実に救助するためには、救助員がケーブルから離れて自由に動ける救助法が必要であると考えられるようになり、平成12年度に、アワーズ救助法が制度化された。アワーズは、機上救護員が、 アワーズ資格を取得してその任務を遂行することになるが、そのためには、まず第一十科学校の先週科会式スクーバ課程を修了して、スクーバ潜水資格を取得した後、航空集団が実施するアワーズ講習を受講する必要がある。特に会式スクーバ課程は難関とされており、アワーズ制度の発足当初は、入校した基上救護員の修行率は2、3程度に過ぎなかった。 その後、無事に修行した、機上救護員が中心となって、入校予定者に対して、筋力トレーニングや水泳、潜水訓練などの強化訓練が行われるようになったことで、修行率は徐々に向上して、4、5以上となった。ありがとうございます。